昔北国に翁あり、子孫のためにいささかの伝授を買い起きて、干渉風雨を避けず時々の工作を怠らざりしに、この翁死してよりその子酒にふけりて農業をこととせず、派手にはこの伝授を他人に売り与えければ、夜な夜な目の一つある黒きもの入れて、たあ返せたあ返せと罵りけり、これを泥多忙と言うとぞ。お父さん、お父さん、またあの話なんだけど、100万で買ってくれる不動産屋があるんだけど。田んぼなら売らんぞ。お父さん、そんな利息3万で売れるか。何年も田んぼの手入れもできないし、ただ雑草があるだけの荒れ地じゃないの。そんな二束三文にもならない土地買ってもらえるだけでもいい話じゃないの。持ってるだけでもお金がかかるし、もう書類は用意してあるから、お父さんはハンコを押してくれるだけでいいのよ。売る気はない。ね、お父さん。ミドロさん、アマタさん、あんまり興奮するとお体に触りますよ。ミドロさんもお父さんのことあんまり興奮させないでください。また来るわね。大丈夫、興奮しちゃダメよ。ちゃんと安静にしてって。エルジジ。どう？全然ダメ。っていうかもう会話できる状態じゃないわ。なのに看護師さんのお尻触る元気だけはあるの。ああ、ムカつく。そうか、じゃあとにかく行ってみるか。こんな土地持っててもしょうがないのに。納得しないなら仕方ないな。こっちで権利書を作成しよう。ここはいい土地だ。もっといい値段で売れるだろうぜ。頑固だな。おい、ミドロ、こんな時間まで何やってたんだよ。お父さんには関係ないでしょ。それになんだこの化粧は。スナックのホステスやる前に。何すんのよ、もう。いいからこっち来い。ちょっと話してよ。何すんの、やめてよ。こんな化粧落としてやる。ゴロミドロ、帰ろうか。なんだよ。私のことを考えてくれた？もちろんさ、考えてるよ。この前の話どうなってる？俺が死んだらお前も相続できるようにしといてやったから。それだけじゃないぞ。俺の知り合いの院長に頼んでお前に看護師の仕事を世話してやるから。やったー。あ、そうそう、ほら、遺言状。愛してる。あ、ドロミー。
お父さんよかったね。あの土地100万で売れたよ。お父さんがはっきりしなかったからこっちで契約しておいたから。もう大丈夫よ。お父さんの印鑑があるから代わりにやっといたから。とりあえずこのまま入院できますからね。安心してね。ああ、それと私、彼と新しくお店持つことにしたから、しばらく来れなくなると思うけど。じゃあまたね。ミドラ、ミドラ。ちょっと落ち着いて、落ち着いて、ミドラさん。鬼というのは人から生じるものでございます。哀れなり翁は知恵と慈愛を捨て去り、人であることをやめ鬼と転ずる道を選んだようでございます。貪欲と恨みに満ちた呪詛をつぶやく目一つの鬼、泥多忙鬼。え、お父さんが？いえ、こっちには戻ってませんけど。あ、はい、わかりました。ご迷惑をおかけしてすいません。はい、ご連絡ありがとうございました。なんだって？病院からなんだけど、お父さんが病院抜け出したって。動けるはずないのに。あの田んぼかな？かもしれない。あなたちょっと見てきてよ。お父さんこっちに向かってるかもしれないから、私はここにいるから。じゃあちょっと行ってくる。うん。お父さん。だかえせ。あ、もしもし。大変申し訳ありません。あまたさんが病院からいなくなっちゃって。あ、はい。あのベッドに血の跡が残ってるんですけど。ベッドに血の跡が？何か事件に巻き込まれたんですか？俺だ、開けてくれ。ちょっと待っててください。鍵をなくしまった。うわっ！あ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 っ！高エース高エース。もしもし、どうしました？もしもし。高いせい、高いせい。
す。だ返せ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 。これでこの土地は私のものよ。下におぞましきは欲望への執念。人はなぜ闇を怖がるのか。人はなぜ闇を覗きたがるのか。文明が進み、闇が薄れた現代においても、それを利用し、闇は広がっていく。あなたのそばに、いつでも。次回、あやかし話、白い女をご覧くださいませ。